NASA によるフレンチフリーゲート瀬の写真フレンチフリーゲート瀬の地図フレンチフリーゲート瀬は北西ハーイ諸島で最大の干渉であるフレンチフリーゲートショーとも呼ばれるフランス人の探検家ラペルーズ博に率いられた2隻のフリーゲート艦が1786年11月6日深夜前方に現れた未知の岩礁を衝突寸前で回避したラペルーズは その上巻にちなんでこれを命名し、位置を記録した。三日月上の3 2トルに及ぶ、珊瑚礁と12のサス高さ3 7ルのラペリウズとガリ礁で構成されている。総陸地面積は248.9平方キロメートル。ターン島には滑走路があり、居住者もいる。パパハナウモクアケア海洋ナショナルモニュメント内の、 管理地として合衆国魚類野生生物局によって管理されている。ミッドウェー島とオアフ島との間にあり、日本ハワイ間の航空路上にある。第二次世界大戦中の1942年3月には、ハワイを空襲する、軽作戦を行った日本海軍の二式飛行艇が経由地として使用した後、飛行艇基地を建設するために占領が計画されたこともあるが、 ミッドウェイ作戦の失敗のため実現しなかった。その後、干渉中のターン島にアメリカ軍により滑走路が建設され、ミッドウェイ島ハワイ間を中継する基地となった。現在は干渉全体が自然保護区の中にあるため、立ち入りは研究者に限られている。ハワイ諸島の青ウミガメはここで繁殖する。ありがとうございます。